そうは言っても、時には民族別のアプローチが妥当とされる場合もあります。 先ほどお話ししたのはそのジェネラルプローチですけれどもその民族的なアプローチが妥当とされる場合もあるわけです。その一つの例として私が住宅供給省に勤務する前にやっていたプロジェクトがあります。これはアラビア語地区との青少年パートナーシップと言われるものであります。この若い子どもたちが、まあ、捨て身になっていると捨て鉢になっているという状況から起こりました。 えー、若いアラブ系の子たちが学校や職場あるいは家族そして法治社会からも離脱していくという大問題を背景に生まれました、えー、若い人たちが、えー、まあ、いろんなところでタまリ場にたもろしているということで家族もそして社会も学校もそしてまた地元財界も非常に問題視をしておりました このプロジェクトは開始当初から地域の指導者たちが中心的な役割を担いました。非常にハイレベルな委員会というのがあります。この省の最高責任者がジャ t s を務めるハイレベル委員会なんですけれども、 そこでどのような計画をしたらどうやって予算を分けるか何を優先順位にするかどういうようなプログラムをするかということを決める委員会なんですけれどもそこが当初から解除しておりました問題を精査していく上にいろんなことが分かってきましたいろいろなたくさんの要素が絡まっていて非常に複雑になっているということそしてまたこれはすべての人の責任問題であるということでありますすなわちすべてが何らかの責任を持ってこの問題を解決していかなければいけないということでありました。もちろん歴史的に見れば ここれはののコミュニティの問題であるとしかしコミュニティはこれは政府の問題だというふうに言うわけですですからあらゆる当事者たちを呼び込むことによってこの共通の問題としての意識を持ちましたそしてこれは5年間のプロジェクトだったわけでありますけれども500万ドルの予算が出ましたそしていろいろな戦略を作りました例えば具体的には若い人たちがスポーツができるようにいろいろなプログラムを をししました。学校への関与を高めるためのプログラムを行いました。 また安全な形で健全に遊べるようなその10時間の過ごし方を提供しましたまた学校の関連を高めるために宿題の支援であるとか指導教育活動を行いました昨日もそのようなアプローチを見させていただいておりますそれから親教親の能力を高めるということですね親の教育や支援プログラムを行っていますいろんなイニシアチブを通じて親たちに 子どもとのコミュニケーションの能力を高めるそして子どもとの関係を高めることをさせていますそれからまた非常に危機的な状況にあるような家族に対しては個別な家族支援を行うということをしておりますそしてまたコミュニティ全体としてこの地元の,その見回り部隊を作ったわけであります若者がタブルリする場所を重点的にパトロールするようなそういった部隊を作りました。 そして実際に問題が起こる前に早めに介入して回避するという方策を取ったわけですそのパートナーの非常に重要なものとしては若い人たち自体をその意思決定の中に入れているということでありますですから若い人たち自体もそのリーダーシップをその中で発揮しそしてまたその単なるお飾りではなくて実際に青少年にも意思決定に関わってもらいました それからもう一つ非常に面白いプロジェクトとしてぜひちょっとお話をしておきたいものがあったわけですけれどもそれはいろいろな例が他にもたくさんあるわけですけれどもキーポイントとして申し上げたいのは結局その万能薬はないということでありますコミュニティによってあるいはその省庁によっていろいろ考えなければいけないことはち、えー それぞれ違うということでありますので一つの解決法で全てが解決するわけではありませんけれどもオーストラリアがこの今日のお話を通じてどのようにしてその人種的なハーモニーを達成しようとしているかということでありますオーストラリアのこの多文化主義ももちろん非常に問題ありますこの人種差別に関するコミッショナーも非常にその時には葛藤の状況があるということを言っています。 我々の移民の歴史全体を通じて各種の地域に対して差別や人種的不寛容がこの高まった時もありました例えば世界情勢や景気が悪くなるとその度合いいが増していきます差別禁止法であるとか多文化政策そして今日お話をし,したイープス政策それは全て役割を持っています。 そしてそれらすべてが差別の撤廃や地域社会のハーモニーの推進社会的結束の構築には必要であります。しかしコミュニティが本当に重要な役割を持つということを忘れてはいけません。その一つの例としてここに書いてあります。これはサーフライフセイバーというプロジェクトであります。 皆さんたちもご存知かもしれませんけれども、クロナラというところでの暴動騒ぎがありました、えー。これちょっとお酒を飲んで暑い日に酔っ払った若者たちが、えー、人種差別的なあ スローガンを掲げて街頭演説を行ってそしてその真のオーストラリア人ではないという人たちがそばを通ると嫌がらせをしたり殴ったりということをしたわけでありますそこでシドニー西部にあるイスラム教徒居住区の指導者層がクロナラサーフィン救命クラブという非常に大きなクラブと連携をしてこのようなプロジェクトを行いましたそして協力をしてイスラム教徒の若者も サーフライフセーバーとなるように訓練をしたというものでありますこのプロジェクトの成果としてはまさにこれは最も このオージーらしい本当にオーストラリアらしいそのサーフライフセーバーという人たちですねまさにこれはこれぞオージーという感じでありますけれどもそれと最もオーストラリアとしてのイメージが想像しにくい体全体をベールで包んだイスラム女性この2つが手を組んだということでありますイスラムの女性たちもライフセーバーになるようなこういった訓練を受けたわけです。こののの種類のボラランティィアアア集団が方ともこのオーストラリア人なんですメディアにも広く取り上げられました地域住民 の中にはある特定の文化はオーストラリアの主流文化と合わないという認識を持っていましたけれどもそのようなイメージが少しずつ変わっていくという上でこのプロジェクトは役立ちましたまとめますとオーストラリアの教訓であります我々の多文化主義の経験から言えることはまず最初に強力な法的政策的な枠組みが必要であるとそれがあると方向性がはっきりわかるだけではなくいろんなパラメータも分かりますですから政府やコミュニティが差別に対処し利用をしたり公正の 推奨を行えるようになるということそれから多様性を認識しその対応を行っていく上で、えー、その立案とサービス提供に総合的に取り組むことが重要でいうこと、えー、言語サービスが鍵であるということ 我々は翻訳や通訳に非常に力を入れました後でその語学教育の話もしますけれどもそれも社会的な包摂の上で鍵であるということそして最後社会参加と地域社会の調和を推進していく上で提携先の地域社会の関与をするということが重要であります最後我が国の多文化イープスプログラムは長い歴史を持っていますが今でもその内容は変化を続けていますなぜならば地域社会そのものが変化しているということそして私たち自身も過去の経験から常に学習をしていくからですありがとうございました 佐々木さんどううもありがとうございました。えー、っと今回あのオーストラリアのお話を取り組みをお話していただくためにまあいろんな背景からお話していただきたいということでいろいろ事前にリクエストしておりましたので大変あの長いペーパーを用意していただきましてそれを短い時間であのお話していただきましたのであの申し訳なかったなというふうに思っております。 いただきましたけれどもあの優秀な通訳の方があのうまく訳していただけたというふうに思っております、えー、一つ補足をしたいと思いますがナセルさんが、えー、いらしてあの働きになっているニューサースウェル州は先ほどちょっと話がありましたけれども、えー、二つ大事な法律があって一つは、えー、差別を禁止する法律それからもう一つが、えー、多文化主義 に関すするる法律があとということですそれでオーストラリアにでは連邦政府はこの多文化主義の法律は持っていませんで州レベルでこのニューサウスウェールズ州とそれからお隣のビクトリア州この2つの州だけが多文化主義の法律を制定しているというふうに伺っています。